皆さんこんにちはレック専任講師の伊藤ですそれでは fp 2級合格の取説無料講義動画第2回ライフプランの基本を始めますここからはですねこのテキストちょっと行きましょうねこの fp 2級合格の取説このテキストをですね内容の方に入っていきたいと思います FP は6科目の勉強をですねするということを1回目のオリエンテーションでもお話をしましたけれどもその1つ目の科目ラライフプンンニングと資金計画になりますねそのライフプランニングと資金計画のまず前半ということでラライフプランの基本といいううお話をししていきましょうこのテキストの特徴としては最初にまとめというところがあるということを先ほども少しお話をしたんですがちょっとそのまとめというところですねここに移りたいと思います。こんんなな感じになってるんですね <laughs> ライフプランニングと資金計画そのまとめなんですけれどもじゃあ今回のですねこの第2回の動画の中ではどの辺りお話をしていくかといいますとまずこの FP 業務の基本というところですねこの辺りこれ非常に問題出題の頻度が高いところですね FP 業務の基本についてそれから人生の三大資金について。 まあこのですね部分については今回のこの講座第2回の講座の中で動画の中でお話をしたいと思いますそしてライフプランニングと新計画という科目についてはあとは社会保障制度社会保険についての学習というところが次に始まっていきますのでそこについてはですね次の第3回の方の内容ということで進めていきたいと思いますではそのテキストを始めていきましょうまず4ページのところですねこういう内容になっていきます4ページちょっとここで大きくしていきましょうか <laughs> FP の仕事とコンプライアンスということで、まあ、関連業法とのですね FP の関連あの、まあ、遵守すべきことということで、まあ、コンプライアンスの関係などということがまず1つ目の項目になっています。 あの試験ではですね大体学科試験などの場合もう60問の中の一つ目の問題というのがここから出題されてくるということ非常に多くなっているんですね。じゃあ具体的にどんな問題が出てくるのかということでちょっとページをです、ね、先へいきたいと思いますが6ページこういう内容があります。関関連法法規にすするとところでままず一つ目税理士法という言葉が出てきました でこれ税理士法じゃあそれと FP ってどういう関係があるんだというとですねこの FP が業務を行うにあたってその行える範囲というのは税理士法でで一方決まっているんですね税理士法の中でどう決まっているか例えば税務相談あるいはですね書類の作成などはこれは税理士でないものが行ってはならないということになっています。つまり FP はじゃあどこを行えるる業務範囲とするかととすすかいうとですね こここここででは一般的な税法と解説すすねここありますこの一般的なというあたりこれ一つとキーワードと考えましょうつまり一般的なに対する言葉が個別具体的なとこの違い、まあ、これはこの税理士法に限らずこの一般的な話なのか具体的な話なのかというところにですねこの行界つまり境目があるということなんです。 そしてもう一つこれ注目しておかなければいけないのはこれは無償であっても行ってはいけないということなんですその右側のところ見ていますと有償無償を問わずとまあつまりお金をもらってないんだから具体的な税務相談を受け付けてよいか FP としてそれも行ってはいけないんだということですね次に二点目今度弁護士法です まあ弁護士法,ということで法律的な判断法律事務これは当然同じく個別具体的なことを弁護士でない者が行うことはできないじゃあ FP も相続事業承継という科目では遺言などについてかなり詳しく勉強していきますその遺言についてとの関わりというのが取り上げられる可能性非常に多いんですが例えば遺言書の作成ですねそこの作成の指導これ説明してあげることは別に作成を具体的にするわけではないので差し支えないと。 承認になることとこここれも差し支えないことですねこのあたり相続の科目で学ぶこととの関係性ということからやはりその範囲を覚えておきましょう。でただここも一般的なことか具体的なことかというとの違いですねそのあたりについて把握できれば良いと思います。以下ですね社会保険労務司法それから保険業法と続いていきますが。 保険これもリスク管理の科目で具体的に勉強していくんですけれども当然保険業法の中で保険募集人ですね保険募集人という資格がないものは保険の募集勧誘できないとこう言っているわけです。これはもう文字通り募集人という資格ですから当然そうでないものは募集などを行っていくことをできないということですね。 隣の七ページの方の一番上のところ今度は金融商品取引法という言葉がありますまあこの金融商品取引法という書き込みの中でですね登録を必要とするとこう言っているんですねじゃあこれ登録ってどういう登録のことを指しているかというと例えば投資運用業まあこういう業があります投資運用業などこれ登録をしていなければ当然それを行うことはできませんつまりそうでないものは 投資判断の助言を行うこととはできないということですここにもキーワードとしてはやははり一般的な説明は可能と出てきました、まあ、この6ページから7ページに関してまとめていきますとこの一般的な範囲の業務をするのかあるいは具体的な業務をするのか個別的な話をするのかそこにですねこの FP としての範囲ということが決まっているそれを要点として覚えていっていただきたいところですね。 では今度は8ページの方に行きましょう8ページのところですねちょっとここ細かくなっていきますからちょっと画面の方切り替えていきますねこういう内容が8ページのところにあります FP の業務アプローチ法下のところに6つのステップというのがあるんですねで、この6つのステップというのがこの FP が業務を行うにあたってはそれにま流れをですね守っていこうということの一つのま決まりごとにしているんですじゃあここが試験の中でどういう問われ方をするかというと この6つのステップがでですね並び替えをできるようにしておくつまりどういう順番に並んでいるのが正しいのかということを知っておくところなんですね。例えば1つ目ののステップ顧客との信頼関係という言葉がありますがこの信頼関係確かにそうですけど具体的に FP が業務をするにあたってじゃあここでいくらでこの相談業務を行うのか。 つまり報酬ですね FP にとって大切なのはその相談業務に伴ってどういう報酬が発生するかこういうことも顧客との間では信頼関係を構築するためには説明しておかなければいけないということですねそして2点目です情報収集まあ、このあたり例えばヒアリングなんていうですね言葉が試験問題使われたりしますがこれ当然顧客から情報収集する聞き取りをするということですただ聞き取りをするだけではなくて例えば 定量的情報なんていう言葉を使いますが具体的に数字で表されるものはその顧客にですね、書面などへ記入してもらうというのも情報収集の方法としては大切なことと言っているんですねそして3つ目が分析ですこの分析というのは具体的に情報収集した内容を FP にとってのいわば腕の見せ所、ライフイベント表、キャッシュフロー表、個人バランスシートから分析します という分析をするわけですからこのライフイベント表キャッシュフロー表そして個人バランスシートこれがそれぞれ中身がどういう構成になっているか、まあ、これはその中身の構成を読み取る問題というのも実技の試験などでは取材される頻度非常に高いところなんですね。そして4点目プランの提示 その分析をした内容を顧客に対して分かりやすく説明していかなくてはいけませんねですから提案書という形で顧客に対して書面での説明をするということになると思いますそして5番目実行まあそのプランに基づいてじゃあ顧客がそういう動きをしたいということになればその実行をです、ね、手伝っていくのが FP です 実際に実行するのは例えば契約をするのは顧客本人ですけれどもその実行に対する援助これをですね FP が行っていくということをこのプランの提示の次の段階で行うとこう言っているんですね。そして最後見直しじゃあ見直しってどんな場面で行うんですかというと例えば顧客の状況とありますが家族これ家族が人数が変わっただけでもやっぱりプラン大きく変化するんですね。 それででもう一つが今度改正です、まあ、この改正というのがここで FP としてはやはり情報収集できていないといけないのでじゃあ試験の問題ではということになると直近の改正項目などが問題の中ではもう欠かすことがない出題だということここに影響していくんだということもここで理解いただけるんじゃないかと思いますね。この6つのつステップを考えていく中で 分析をするところにライフイベント表、キャッシュフロー表、それから個人バランスシートと出てきました。それを具体的に次の9ページのところで見ていきましょう。9ページライフイベント表です。まあ、このライフイベント表のところですね。まあ、ここに4人の数あ、ごめんなさい。3人の家族がですね。いて、そして年齢構成などが書いてあって、現在ここを起点として将来に向かってのライフイベント、これをまとめていくんですね。 ライフイベントというのは具体的にこの見本となっているライフイベント表で言えば一番大きな資金として準備しなくてはいけないのはマイホームの購入まあこういうものがここに出てきていますねこのように将来行っていきたいイベントそしてそこには大きな多くの資金を準備しなければいけないものこれをまとめてライフイベント表という形で作成していきますライフイベント表についてはこれはこのテキストでは一応10年という区切りになってますができれば20年程度 まあ長くても30年20年から30年ぐらいを作成するということも一般的に言われているんですねこのライフイベント表に関してというところはこれはその構成ということを覚えておいていただきたいところなんですが実際に実技の試験などでもうこれはほぼ毎回出題されているのが次の10ページに出てくるキャッシュフロー表ですこういう表がありますね でまあ、実技の試験というのは冒頭にもお話ししましたが金材が行っている実技試験とそれから FP 協会が行っている実技試験があります。FP 協会が行っている実技試験というのは資産設計提案業務こういう呼び方をしているものなんですがその FP 協会が行っている実技試験ではこのキャッシュフロー表に関する問題というのがまずその前提となる一つのキーワードを覚えていきましょう。 過所分所得ですね実際に使うことのできる金額これを求めるその実際に使うことのできる金額のことを過所分所得とこういう言い方をしますそれを求めるには額面の収入金額から所得税と住民税と社会保険料この三つを差し引いて計算ですね過所分所得を求めるというような形での簡単な計算問題まあこれをですね出題してくるケースもありますからまず過所分所得といえば いわゆる額面収入からこの3つを差し引くんだということを覚えていきましょうそれ以外については過所分所得からを算出では差し引くものではありません例えば生命保険保険料払っているからといってはですねその生命保険料というのは過所分所得の中からさらに支出していくものということになるわけですそしてその下キャッシュフロー表の例がありますちょっとここも見ていきましょう このキャッシュフロー表の例は全ての年においてですねほとんど全ての項目に数値が網羅されているんですが実技試験での出題形式というのはこの部分的に空欄があってその空欄になっている数値それを求めるというような形での出題が多くなります。主に空欄として問題の中で取り上げられ,られやすいもの一つはまず給与収入。 でこの給与収入に書かれている金額ここにまず500万円から始まっていますがこれが可処分所得なんですねつまり実際に使うことのできる金額でこのキャッシュフロー表はスタートをするということなんですこの例でいけば現在年は給与収入500万とありますつまり可処分所得が500万だということですねでこれに対して支出の合計がその少し下のところ396万円とあります 収入と支出の差額として求まるものが万円、まあ、この104万円というところを求めるだけではちょっと問題としては簡単すぎてしまいますがその1つ隣あるいは2つ隣この辺りをですね多くの空欄がある中で求めていくということをこれをできるようにしていきましょう。でその時に気をつけなくてはいけないのがこの変動率です。左から2枠目にありますけれども変動率 まあアルファベット E と書いてあるところですね変動率ここには1%と書いてありますが現在年から見て1%数値が変わっていくということをここで決めているんですですから給与であれば翌年になると1%この過所分所得が増える生活費も同様に1%増えるということになってでこれが翌年であればつまりこの金額に 一点ゼロ一をかけると、まあ、こういう計算ですが、必ずしも翌年を要求しているわけではないです。二年目、三年目、四年目あたりのところでですね、その具体的な数値を答えていくケース。まあ、実はそんなことが、このテキストの特徴である。隣のページの十一ページのところに、こういう形で計算まとまっていますね。変動率、それ、そこに、その何年後かということをですね。累乗という形で計算していくようになっています。F. E. の試験というのは。 電卓を使って回答することができますからまあこれを電卓を使って計算した方がスムースであるという方は電卓の使い方にもぜひ慣れておいていただきたいんですねそしてさらにもう一つ貯蓄の残高のところもやはり変動率が影響するところです貯蓄の残高というのは前年の貯蓄に対して本年の年間収支を加えるあるいはそれがマイナスであれば減らすマイナスをする その上で貯蓄残高を求まっていくんですが前提となる前年の貯蓄にまず1%この例でいうと1%かけた上でこれは預金のの残高に1%の運用益が加わっていいくととうことで,すねですから貯蓄残高のところもこの変動率ということがもし問題の中で取り上げられていればそこを踏まえた形で数年後の貯蓄残高がいくらになるのかということを求めていけるようにしていきましょう。 このキャッシュフロー表の構成ということ、これはやはり実技試験の必須項目です。10ページ、11ページのところは十分に読み込んでいっていただきたいと思いますね。もう一つが個人バランスシートです。その FP の6ステップの中の分析をするにあたっては、三つ目の作業するものが個人バランスシート、次の12ページの方に行きましょう。 12ページにですねこういう内容が出てきます個人バランスシートの作成ということバランスシートですから、まあ、つまり対借対象表のことと、まあ、このように理解されている方もいると思います左側ですね、まあ、ここはあえて左側という言い方をしておきますが資産について書いてありますねそして右側右側はですね資産に対して負債と純資産、まあ、これを構成する範囲ですね、まあ、対借対象表とまあ同種のものと考えていいと思います これを個人でということになれば、その個人が保有している資産合計。まあ、今回のこの見本でいきますと、二千八百八十六万円の資産を保有しているということになっていると思います。でこれがバランスシートですから、当然、この資産の合計と、それから負債純資産の合計。これが必ず同額になりますと、こうなっているんですね。じゃあ、その時に問題としては、どういう構成になっていくか。 ほとんどの問題のケースとしてはこの純資産の金額ここには536万円と入っているんですがこれを求める、まあ、こういう形の問題が非常に多く出題されています。つまり情報としてはこの資産に書かれている金融資産や保険の項目これがまず問題の中に情報として載っていて一方で負債としてのローンの金額が問題の中に載っていて。 でこれそれぞれ合計しようとしたところを当然差差額額がが生まれればその差額が純資産ですね、まあ、こういういい形で求めていきます、まあ、この辺りは一つ前のページにあったキャッシュフロー表の問題であったりあるいはバランスシートの問題であったりもう一つの考え方さえ覚えておけば決して複雑な計算をするところではないので得点を是非取っていかなければいけないところではないかと思います。ただバランスシートちょょっと要点気をつけていきましょう 隣の13ページのところを見ていくとですねまず上のところの図解には「資産には時価を入れる」とこう書いてありますね。でこれ時価じゃあ時価でないものってどういう金額があるかというと当然取得金額があるはずです。取得、まあ、つまり買った時の金額とということですよねでこの「買った時の金額」というのも問題の中には載せてきているケースがあるんです例例えばここには車の例があります。 100万円で3年前に買ったこれ取得金額ですよねで今売却をすると60万こっちを入れなさいとつまりこれが時価ですまあ、車ですから一例としては3年間経つと40万円ほどもう価値が減ったということでしょうねつまりバランスシートの資産というのはその作表する時点での現金価値まあ、現金として手に入れることができる金額はどれぐらいあるかということから時価を入れることになります この時価とともにもう一つ気をつけなくてはいけないのはその下のところ生命保険の解約返礼金額です。この生命保険というのも一つの資産項目として入れていくことになるんですが保険金額ではありません。保険金額というのはこれはもし万が一のことがあった時に支払われる金額ですね。ですからバランスシートここには解約返礼金額は100万円というのを入れて 資産の合計は2886万円とありますが当然保険金額入るはずもないですよねこの保険金額ではなくて解約返礼金の額を入れることそれからもう一つは時価で計算していくということこの2点がバランスシートの中での要点というふうに押さえておきましょう えそれではですね少し進めていきたいと思いますが16ページのところまで進めていきますと16ページのところ今度は6つの係数の内容が出てきますでこの6つの係数の内容というのもですねやはり試験問題の中では学科あるいは実技という中で出題頻度非常に高いところですもうここは非常にわかりやすい図解が17ページのところにありますのでこの17ページですねこの構成を見ていきましょう まず、一番上のところに、収荷係数と減価係数というのが隣同士になっています。まあ、この二つというのは、まあ、いわばそれぞれの係数が逆数の関係になっている。で、この逆数の関係というのは、次の真ん中の段。年金収荷、現金、減債基金、これも同様。最後、資本回収、年金減価、これも同様です。で、このように、それぞれの係数というのが、言ってみれば、三セットになっているということなんですね。じゃあ、その三セットって、何が違うかというと。 将来をを求求めめるるのののかか過去や現在を求めるのかここの違いなんですですから問題の文章などの中で過去を求めようとしているかあるいは現在かいやいやそれは将来かということによってそれぞれ使う係数ということが異なっていくんですね。例というのも例えば減債基金係数、まあ、これ一つの例として挙げておきますと。 将来ですねえごめんなさい求めていくに対しては10年後みたいな時にですね100万円用意したいみたいなことになった時には今現在いくら用意すればいいかとただ当然そこには一定の運用をしていくわけですからその運用する利率を含めた形で各年のですね積み立ての金額はいくらになるかということです。ここの3番と4番とと4書かれた 年金収貨係数とそれから減債基金係数のところには「積み立てて」という言葉がありますから一つのこれキーワードとして覚えておきましょう問題の中で例えばキーワードというような言い方があればそれを将来なのかあるいは現在過去なのかということでこのいずれかの係数3段目のところには切りり崩してとあります資本回収係数などはこれ住宅ローンのですね返済額などを求めるというような形での使われ方をするんですね。 例えばこのハテナになっているところ毎年の返済額がいくらになるだろうかということから借入金額から見た各年の返済額を求めるとき資本回収係数ここを使っていくということになりますこの6つの係数についてはですねやはり問題でも非常に出題頻度が高いということからテキストは次の18ページから19ページにかけても各例題のような形式もあります この例題に限らず過去問題などなどの中でもですねぜひ十分に取り組んでおいていただきたいと思いますそれではまた要点をですね先に進めていきましょう今度は22ページです22ページは教育資金三大資金の一つ目としての教育資金ということになります 一つ目の項目が子ども保険学資保険とありますがこれは保険の種類の一つなのでちょっと次のですねリスク管理の項目の際にお話をしたいと思いますこのライフプランの科目の中での教育資金は大きく2つのテーマ一つは教育ローンです教育一般貸付というところですね次の23ページのところに行きますとその教育一般貸し付けの特徴というのがまとまっています その特徴と言って、まあ固定されているところはですね。当然数値で覚えておかなければいけないところです。例えば、その有資の限度額。一人三百五十万原則。ただ、原則があるということは、二級試験になると、じゃあ、原則と書かれたら、それ以外何かあるのって。ここを気にするのが二級試験です。一部四百五十万円まで、どんな時に四百五十万円までかというと、この表の一番下。 例えば海外へ留学するようなことになるこれは代表的なものなんですけれども融資限度額が450万円までということで増額になってるんですねこのあたりの原則例外というところの違いも掴んでいきたいところですそして最長の返済期間は15年そして固定金利での返済このあたりポイントになりますねで、さらにはですね、資金使徒の中にもありますが これ教育資金とは言ってもその資金の活用する目的に家賃それから国民年金の保険料こんなものに当てることもできるんですですから教育資金という名前だけで惑わされることがなくその借り入れをして融資を受けた金額のその資金の使,う使い道これも非常に幅広く捉えていけるんだということもこの中でも確認しておいていただきたいと思いますもう一つが奨学金ですね 奨学金は大きくはその対応型というものに第1種と第2種という2つの奨学金があります奨学金の一覧表24ページのところにありますからそこで少し見ていきましょう第1種第2種の大きな違いというのはやはり利息について無利息か有利息かということですね でこの第2種の方有利則になりますもちろん第1種のこの奨学金を対応を受ける場合にはそれ以外の厳しい条件ということも必要になってくるところですねこの奨学金の返済の期間卒業後最長20年ということになってるんですがこれもですねまあ、最近の例一つ挙げておきますと例えば災害などに遭ってしまった あるいは返済している際に失業などをしてしまったということになるとその期限のです、ね、一定の猶予などをですね先送り返済の先送りなどをするということも認められているということも一、まあ、つの事象としては知っておいていただければ良いと思います。そししててこの資資資金金金に関すする2つ目次ははページです今度住住宅宅見ていきましょう住宅資金ということでまず1つ目は住宅ローンの金利。 でまあ金利というところはですねこれ固定金利変動金利まあ、代表的な金利の名称がここに2つ出てきていますがその説明のところはちょっと割愛をします隣に行きますね住宅ローンの返済方法です住宅ローンの返済大きく2つの返済方法があって一つが元利均等返済もう一つが元金均等返済 もう図解にある通りですね元利均等というのは毎月、まあ、毎年でも構わないですけども返済額が一定ですつまりこの「返済額」と書かれているこの赤い線ですねこれがまあ水平になっているつまり一定であるということでそれに対して「元金均等返済」これこの加工していますよね。まあ、つまりこのの違いといとうのは 利息がどこに対してかかっているのかということによる大きな違いですで、この違いは図の中でも十分見ていただけると思うんですがじゃあその二つの返済方法がある中でメリットはどこにあるのかということ右のとこ,ろ右のところを押さえていきましょう元金均等返済の方が少なくなりますとこういう結論が出ているんです これ実際にこの図を見るとですね「元金均等返済」と「元利均等返済」これ一つのイメージ図ですけれども。 この総額考えた時はですね元金均等返返済済の方が返済額は少なくなくるということです、まあ、この「少なくなる」に対して「多くなる」という言葉がありますから問題はどういう形でその選択肢を聞いているかということでさらには返済する者にとってはどちらが有利になるのかと、まあ、こういう言い方をするケースもありますのでまず基本となるところは「 このズバッと解説ですね元金均等の方が少なくなりますということでまず押さえておきましょうそしてもう一つの2つの種類の違いは次の28ページ繰り上げ返済です住宅ローンの繰上げ返済をすることによって当然最終的に利息の返済額が少なくなるということが大きな結論ですけれどもちょうどここでやはり図解の中を見ますとちょっと濃くなってるとこですね この濃くなっているところこれが利息分として軽減されるところじゃあその図解を押さえていただいた上でこのように2つ出てきた時にはどちらの方が有利に働いていくかやはり右側のところを見ておきましょうここを見るとですね効果が高くなるのは今度は期間短縮型の方が利息軽減効果が高くなりますとなっていますね。 期間短縮型をまあ有利なものとまあこういう感じで覚えておいていってもいいと思いますねこの住宅資金についての準備をするという時にですね次のところには財系住宅融資とフラット35に関する内容が出てきています財系住宅融資はその次に出てくる財系住宅貯蓄ちょっと下の方を写しておきましょうか一番下のところに財系貯蓄制度というのがあってこの財系住宅貯蓄をはじめとする財系貯蓄 これを行っておくと今度は財系住宅融資のを受けることができるまあ、こういうつながりを持っているところですけれどもこの財系住宅融資例えば最高4000万円までの融資を受けられるんだということとともにですね取得額の90%を限度としているということとの兼ね合いこのあたりは予定になると思いますもう一つがフラット35民間融資とあるんですけれどもこれも以前のですね 住宅金融高校と呼ばれていた現在では住宅金融支援機構と呼ばれているいわゆる公庫融資の一つという考え方ができるのでその融資は実際には民間銀行との契約をするということになりますけれどもその情報はここに多岐にわたっているところ試験対策を覚えておいてください。例えば何点か挙げておきまます建設資金あるいは購入価格100%、ま、で この辺りですね以前はですね100%まで融資を受けることできなかったんですが最高8,000万円という中で100%融資を受けるようになりましたただもちろんですねもう一つが「返済期間最長35年」であるからこそフラット35という呼び方をしているわけですけれどもただ関西時80歳以下ということになっているのでそれを見るとですね 当然ある一定の年齢を超えている場合には35年の返済期間での融資を受けることはできないということになりますねそのあたりとの双方の関係性ということを注意しておければ良いと思いますそしてその財形貯蓄をすることによって財形住宅融資を受けることができるじゃあその中の一つである財形住宅貯蓄はというと次の30ページのところです財形住宅貯蓄特徴としては利子非課税というものですね ただその範囲は財形年金と合わせて合計550万円までの元法に対する利子非課税ということになっていきます。 この住宅貯蓄のところまで財系住宅貯蓄のところまでをこのライフプランニングのですね基本ということでまずお話をしてきましたそれぞれの各ページ過去問にチャレンジもありますからまず本文読み取るそして要点を確認するさらに過去問での学習とこういう形でこのテキストを使った学習をですねこれからも取り組んでいただきたいと思いますそれでは無料講義動画第2回を終わります